1985年の広島東洋カープでは、1985年の広島東洋カープにおける動向をまとめる。1985年の広島東洋カープは、小畑武監督の11年目のシーズンである。前年4年ぶりの優勝と日本一を達成し、5年ぶりのリーグ連覇を目指すチームだが、エース山根和夫が右肩痛でシーズンを棒に振るアクシデント。 小林誠二が、右肘痛、津田つねみが、血行障害で、右肩違和感と、投手陣に故障者が続出した。山本浩二も故障で開幕に間に合わず、5月5日の対陽戦からの出場となった。また逆転負けする試合などが多く4月は7勝6敗の、貯金1で波に乗れず、5月は11勝12敗で、負け越しと五分の試合が続いた。 夏場の2ヶ月で24勝8敗と大きく勝ち越し、阪神、巨人に代わり首位に浮上。後半戦も8月前半までは勝ち越したものの7、連敗でつまずくと、9月には6勝11敗と大きく負け越し、阪神に優勝マジックが点灯。大勢が決した10月に復調するものの時すでに遅く、10月16日に阪神のリーグ優勝が決まった。 強力打線を誇る、この年の阪神に広島は最後まで食い下がっており、大阪神成績は15勝11敗と、リーグで唯一の勝ち越しであった。シーズン終了後1975年の初優勝から11年式を取った、小場監督が優待し公認には阿南純郎コーチが昇格した。投手陣では、北別府学ぶ川口和久、大野豊がローテーションを守り、 また、山根の穴を、若手の川端淳、金石昭人、高木信弘などがカバーした。打撃陣は、純潔主義ながらも、前年同様打ちまくり、高橋義彦、山崎隆三の1.2番コンビも健在だった。シーズン終了後、池谷幸二郎が、小場監督の優退と共に現役を引退した。ありがとうございます。